ったらパンチラになりませんか？ならないよ。ふざけてるならよせ。ふざけてません。私は少しでも面白いラノベを書きたいんです。そのためなら何だってします。え、こんなことを頼めるのはお兄ちゃんしかいないんです。わかった、そこまで言うなら協力する。ですがパンチラは見る人がいないと成り立たないのではないですか？それはそうだけど。だからお兄ちゃんに頼んでるんです。はい、もう終わり。パンチラのことはもう理解しただろう。そうですね、実際に体験してみないと理解できないことでしたね。それならよかった。それにお兄ちゃんの様子からパンチラがサービスになるという点も理解できました。ふわふわりふわふわる、あなたが名前を呼ぶ、それだけで宙へ浮かぶ。ふわふわるふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる。